西村光雄です,回の配信です、えー、今うはですね、えー、韓国徴用工問題と朝日新聞というタイトルで、えー、お送りします、えー。ご承知のように、えー、先月末ですね、10月30日に、えー、韓国の最高裁判所がですね、えー、長年、これ、ずっと続いていた、 あの訴訟なんですね、えー、韓国の,その元、えー、日本統治時代のに、えー、軍事徴用された、えー、当時のお、まあ、少年とか、えー、かなり若い人たちですね要するに、えー、兵隊に、えー、行かなかった人たちですから徴用されたのはそれは、えー、日本人でも誰要するに日本国民だったら誰も,誰もが、えー、義務として行っていた軍事徴用だったわけですが。 その、えー、徴用工のです、ねえー、人たちが起こした訴訟がありましてでその、えー、最高裁の判決が、えー、10月30日に下りました、えー、そして、えー、各紙、えー、翌日10月31日の紙面で,です、ねえー、かなり大きく取り上げていますこれは、えー、産経新聞です 徴用工、日本企業の賠償、えー、確定。まあ、最高裁ですからね。韓国最高裁が、えー、上告を棄却したと。おこれは、えー、住友金属うですね、えー。個人請求権は消滅していないと。おそして、えー、これがですね、えーあすえー、読売新聞ですね。読売新聞も一面トップ。えー、これ各紙全部ですね、えー。毎日も大きく。 してますが今、全国紙とりあえず紹介しています、えー、これは読み入ですね、徴用工訴訟賠償確定、えー、韓国最高裁、新鉄住金に個人請求権認める、うそして、えー、朝日新聞です、えー、朝日新聞もですね、えー、朝日新聞は、いくぶん見出しが小さいんですけれども、えー、これですね。 えー、ご覧ください、えー、元徴用工への賠償命令、韓国最高裁、日本企業に、そして、えー、それを受けた、えー、安倍首相の言葉として、ありえないという言葉を出しています、まあ、今のこの、えー、見出しの付、えー、け方ですね、これを見ただけでも大体分かると思うんですね、えー、読売は、えー、徴用工訴訟で賠償が確定したと。 そして、産経もほぼ同じですね、えー、徴用工、日本企業の賠償確定、えー、つまり、えー、最高裁、韓国の,その裁判所の判断によって、えー、賠償することが確定してしまったよと、非常にこれ、客観的な、えー、書き方ですね、ところがです、ね、朝日新聞は、ですね元徴用工へ賠償命令、命令だ、命令が出たぞ、ほら、払え。 お前らっていうそういうニュアンスをなんとなく感じさせるんですね、えー、韓国最高裁、日本企業に、えー、そして、えー、ですからこの安倍首相ありえないという、えー、小さな見出しがありますが、逆にこれがですね、えー、安倍首相の談話があの逆にありえないことのように、えーまあ、ずっと朝日新聞ばっかり読んでる人はそう見えてしまうんでしょうね。 えー、ところが記事を読むとです、ねえー、慰安婦の時とは違ってです、ねえー、意外とです、ねえー、やや批判的なんですね、そして、えー、この日の10月31日の社説でもって、えー、朝日はです、ね、徴用工裁判、蓄積を無にせぬ対応を、もうこんなあことを書いています、蓄積って何かというと、えー、日本と韓国が要するに国交正常化してもう50年以上経っている。 わけでそういった蓄積を無駄にしてはいけないと、判決を受けて、えー、韓国政府は、えー、有識者の意見も聞き、総合的に対応を検討すると表明したが、今後に暗雲をもたらすような判断はなんとしても避けるべきだ。 ということでですねこれは、えー、どちらかというとというかこれは明確にこの左,左折ではですね文在寅政権を推し進めてきたあこの最高裁判所の判断、えーまあ、三権分立の原則から言えば政権、大統領が、えー、こういう判決を望んでいたからこういう判決が出るというのは非常におかしいんですがしかし韓国はご承知のように法治国家ではありませんから、えー、大統領の意向によって 判決も変わるわるけですね、えー、というのは実は、えー、パククネ政権あれだけ反日をやっていたパククネ政権の時ですねパククネ政権ですらですねこの裁判をそのムードに流されて誤った歴史教育で蓄積されてしまった韓国人たちのその、えー、情長的な反応だけによってですね、えー、こんな判決が出てしまったらこれ日韓関係はもうしょ、えー、取りつかけ 取り返しのつかなないことになるとにる日本企業も全部引き上げてしまうんではないか最悪国交断絶に行くんではないかということぐらいまでおそらく考えたんでしょうですから実は朴槿恵政権の時はこの最高裁の判決を引き延ばしてたんですずっと判決を先延ばしにしていたわけですところがその朴槿恵政権が断崖によっておととしの11月12月から始まった断崖によって、えー、昨年、えー ついに大統領の座を追われてですね、そして文在寅が大統領に就任したという経緯があ,ありました。えー、それが去年の五月、えー、だったわけですが、つまり、えー、そういう中でですね、えー、新しいその文在寅政権はですね、個人請求権は、えー、なくなっていないんじゃないかというようなことを。 この裁判に関して元弁護士の人が平気で言ってたんですね。ところが彼が秘書室長だったノムヒョン政権の時はですね、個人請求権、えー、を請求するのはおかしいっていう、まあ、要するに非常に常識的なことをノムヒョン政権の時には言っていたにもかかわらず、自分が政権を取る時はですね、えー、全く違う相反することを言ったわけで、それはまあ、 い,いわば今流行りの言葉で言えば韓国のポピュリズムに迎合する要するに反日を煽ればえ自分の人気が上がるという韓国のポピュリ,リズムにですね、えー、乗じたわけですねそしてそのおずっと最高裁のこの判決を先延ばしにさせていた、えー、最高裁の幹部判事をですね、えー 文在寅政権は実は逮捕してるんです。逮捕したんです。そして、この10月31日のあ、10月30日の判決ということになったわけですね。で、えー、日本政府は小泉純一郎政権の時、えー、これは朝日の社説です。説ですえー、元徴用校らに耐え難い苦しみと悲しみを与えたと認め、その後も引き継がれた。 政府が協定をめぐる見解を維持するのは当然としても多くの人々に暴力的な動員や過酷な労働を強いた史実を認めることに及び腰であってはならない最初はですね先ほど紹介したところでは、えー、今の韓国政権を批判しているようなことを書きながらですね最後にはですね自分たちの過ち を認めろと平気でこういうことを書いているんですね、えー、負の歴史に由来する試練をどう乗り切り、未来志向の流れを作り出すか、政治の力量が問われている、でこれまるで、えー、韓国の新聞の書き方になっているわけです、ですから今、えー、世論もです、ね、非常に、えー、盛り上がって、えー、韓国に対してもう国交断絶しろと。 いう意見があふれかえってますネット上では、まあ、これは当然なんですがその朝日新聞が、ね、ここでその客観的なポーズを装って、えー、そして、えー、この判決を行ったあ韓国の社会あるいは文在寅政権をです、ねえー、やや批判するような、えー、そういうことを書いたのは全くのごまかしであって偽善なんですね大嘘つき。 テンシなんです自分のやった犯罪をですね要するに、えー、ほっかむりしてるだけなわけですねというのは慰安婦問題と全く同じ構造であってこの徴用工問題は朝日新聞がずっと煽っていたことであるわけですその理由は明確であって、えー、実は今の文在寅政権は北朝鮮の代理店と言われてますが北朝鮮がずっと主張してきた建国以来ですね それは韓国の建国を朝鮮半島における、えー、韓国政府朝鮮半島を代表する政府として認めないということですつまり、えー、大韓帝国日本統治が行われる前の李氏朝鮮のその大韓帝国という国のレジテマシーを継承したのは実は、えー、韓国ではなくて北朝鮮であるというそういう、えー、イデオロギーがあるわけで韓国はアメリカの傀儡政権にすぎないと。 いうことを北朝鮮は冷戦時代からずっと言っていたわけですがまさに、えー、それがですね証明されるそれを実現したのがあ今の文在寅政権であるわけですから当然それは朴槿ネへのものすごい弾圧とものすごい今経験がかけられてますよね。それで、えー、ノムヒョンが、えー、自殺した日に 同じように逮捕しているわけでそういったいわゆる儒教の倫理に基づいたようなです、ね、非常に中性的な飲酒の世界にいまだにとらわれた政治をやっているわけですつまり全く近代化していないからこういう訴求法に基づくです、ね、判決も出るわけですね法治国家ではないと同時にです、ね、近代法というものも全く理解できないわけですねですから本政権の時に えー、かつて親日派と呼ばれた人たちの財産を全部その子孫から没収するということまでやったわけですねそういう人たちなんだということでそれをですねこの判決によって慰安婦問題ではなんだかよく分かんないけどなんか日本ももしかしたら悪かったんだから謝っていいんじゃないのなんて言ってる大多数ののんぽりの日本人たちがいるわけです。 でそういった人たちにも目を開か,される開かせるという意味では今回の徴用工問題が突出したということは非常に大きいと思いますね。えー、よく韓国の状況が分かる。それをもっと鮮やかに分からすのは同じ台湾のじゃあ徴用工はどうだったかということなんです。使命感と工学心に燃えた台湾少年校戦闘機製造に従事と。この記事を見てください。はい、これ産経新聞が、えー 掲載した記事ですねつまり、えー、これは後でまた別の画面で、えー、出してもらえれば分かりますが、えー、これは要するに台湾の徴用工です神奈川県座間の、えー、少年校海軍の工場にですね、えー、で働いていた少年校たちその彼らが当時を誇りに思うということを 言ってるわけですねこの違いは一体どこにあるかということをその確信はまた後半に行きたいと思いますそれだともチャンネルアジアをご覧の皆さんこんにちはチャンネルアジア運営事務局の栗山ですチャンネルアジアは政治経済を専門とした インターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村浩祐先生、他、たくさんの言論人、また、大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト、 3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。